ナガンです。今日はこれを作ります。アカンサス AI のためのレイアウトです。使うのは前回作った全部が透明ケージです。まず素材を用意するんですけど、ストックケージに水槽で使っていたモス付きの流木を入れておいたんですが、そうするとこういう風に育ちます。これを取ってきました。ちょうどいいサイズだったので、これを使います。だいぶもしゃもしゃしているので、トリミングしてから使います。良さそうですね。壁を作ります。いつものエピウェブを使います。今回は全部を壁にしてもいいんですけど、せっかくすごく透明度の高いケージなので、抜け感を出すために半分ぐらいを壁にします。完全に真っ二つにするではなくて斜めにするのがポイントですね。エピウェブはハサミで切れるのでチョキチョキ切ります。いつもの感じでハイグロロンを貼ります。植物は完成時の8割程度植えておいた方がいいです。そうしないといつまでたっても完成しません。特に苔の場合成長が遅いので最初からたっぷり貼っておきます。成長が早い苔もあるのでその場合は大丈夫なんですけど、多分この細葉白髪苔はかなり遅いと思います。でこの段階で、お、結構いい感じじゃんとなるぐらい苔をつけておいた方がいいです。流木と合わせると結構いい感じですね。大体大丈夫だと思います。次に定床を用意するんですけど、今回はミリオン A を使ってみます。なくても大丈夫なんですが、あった方が何かと植物の状態がいいと思います。あと今回ですね、このアカンサス AI は結構栄養が好きなタイプじゃないかなと僕は予想していまして、なのでちょっと栄養のあるプラチナムソイルを下に入れています。あとはもう赤玉ソイルだけです。流木を置くともう大体できた感じですね。
今回の主役のアカンサセアエを植えていきます。だいたい入るかどうか、配置的にどうか、先にポット状態で見てるんですが、まあ大丈夫そうですね。ちなみにこのアカンサセアエ、この大きさで葉っぱは多分最大の大きさぐらいの状態だと思います。穴を開けて植えていきます。なるべく根を傷めないようにそっとやるのがポイントです。だいたい良さそうですね。ちょっと調整してソイルを追加して、根元とかに置くと雰囲気が出ると思います。これで完成です。結構簡単にできるので、よかったらやってみてください。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。